あ、これ、老騎士の体験いいよな。かっこいい。筋力24。で、技量が18になったことで、あと筋力上げれば使えるようになるな。これも技量18必要だったからね。で、ただこれ、技量補正が C。猛者狩りの体験。これ、使おうかなと思ってたんだけど、だったらちょっと、こっちを目指そうかな。老騎士の体験が筋力補正 C だからね。こっちの方が良さそうだな。見てみよう。ファランの老血の主。深淵の闇に汚れた騎士の体験。あ、これちょっと、こっちを目指そう、まずは。あ、待って、他。あ、魔法が増えてんね。岩吐き。口から岩を吐き出す。これ誰？はぐれデーモン確かに吐いてたな。他は？デーモンの大なたとかって、でも、こっちのデーモンは普通のデーモンソウルか。デーモンナックル。あ、これあったよね。あとは？げっ！ハベルがある！これマジで欲しい。5000円か。え、ちょっと。これ取ろう。少しマラソンして5000ソウル溜め込もう。あ、いや、ていうか、ソウル使っちゃおう。5000くらいだったらいけるよね。5000ソウルゲット。で、これもちょっとハベルにしちゃおう。これはだっていいでしょ、ハベルで。はぐれデーモンのソウルでハベルなんだ。冷たい谷のボルドのソウル。どうせ使わないからな、冷たい谷のボルドのソウルとか。他に。冷たい谷のボルド。これか、大土か。大土はもういいや。魔術も絶対使わないし。だったら指輪にしちゃおう。これ0円でいけるんだ。なんか0円でいけるやつと金がかかるやつがあるな。よくわかんねえや。まあいいや。よし、これでハベルを手に入れたので、今が装備重量60でしょ？これがどんだけ上がるか。これ絶対必要、カーサスは。緑化も必要だから、じゃ、ちょっと生命の指輪外すか。これハベルにして、69。まあ。で、今 61% まで来たから、ここから騎士の手も装備できるね。頭は無理かな。頭は無理だね。黒騎士の鎧装備できねえかな。70.1。微妙に足りねえ。重量1上げればいけんな。んー、まあいいか。とりあえず今のところ手をつけられるようになって、ちょっとだけ余裕があるという感じですね。よし、OK。じゃあこれで行こう。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3続きをやっていきます。前回終わりのところでちょっとクレイモアでやっていくと言ったんですけれども、少し装備を見つめ直して、武器をですね、まずダークソード、これ重厚派生させてプラ4にしました。で、攻撃力自体は合計で、まあ、200ちょっと210くらいで、クレイモアには全然かなわないんですけれども、ただ直剣になった関係で、装備重量がかなり減りました。で、装備重量が減ったんで、鎧をね、この黒騎士鎧装備することができたので、黒騎士鎧になってます。なんかね、ちょっと耳が生えてるみたいな感じになっちゃったけど、これね、兜をつけると微妙に足りない。騎士で71で、ロックスリックだと72、黒騎士だと 71.4 と、もうちょっとだけ必要だよねということで、まだちょっと頭は脱いで置いてる状態になってます。で、まあ、直剣になって攻撃力自体は下がったんですけども、多分回転は上がってるんで、まあ、回転が上がった代わりに武器のね、長さが少し短くなってるんで、巻き込むっていうことでは少し、巻き込み力は弱くなってると思うけど、ちょっとこれダークソードでやっていこうと思います。じゃあまたカーサスの地下墓ですね。じゃあまあここの例によって、うんこ玉のところはいつもと一緒でついていこう。で、ついていってここで一回待とう。あれ、今回なんかネズミ巻き込んでくんなかったな。いつもネズミを巻き込んでくれるんだけど、まあ俺のダークソードの威力を見せてあげよう。あれ、ネズミがそもそもいない。
ここら辺で1匹気づかれる。ちゃんと縦受けして、あ、まあまあまあ悪くない。振りの速さを考えれば全然いいと思う。よし、いいねいいねいいね。回転が上がってるから、やっぱ重いとね振りもちょっときついし。で今回こっち行きます。火炎壺も一応買ったんで、上にやっぱいるねこのやつ。じゃあおびき寄せて、で火炎壺一回投げて、1個につき2つ使うか。どうなんだこれ、このまま行って大丈夫なのか。あんまり行きすぎると危険だから、車輪を1匹ずつおびき寄せる。来い、俺の縦受け能力見せてやるよ車輪。来た、やっぱり怖い。すいません。よし、オッケー。このヘドロはやっぱり全然通らないよね。いやでもやっぱ直剣使いやすいわ。直剣はマジ使いやすい。初心者伊豆直剣だな。これちゃんとかわさないと。でしかもきちっと処理する。振りやすいっていうのがやはり初心者にとってかなりいい。あ、使いやすいわ。まあ、クレイモアもすげえ良かったけどね。火力高くて、危ねえ。火力高くて。ちょっとヘドロが多すぎる。お前も燃えろ。で、あとちょっとのやつは、このダークソードキル。全然使え、これが超使い物になんね。ダークソードキル。ダークレイスキルか。ダークレイス斬り。ダークレイス斬りと名付けよう。このよくわかんないやつ。こいつ何持ってんの？かけらか。大かけは落とさないか。さすがに。で、車輪地帯。こいつなんで後ろ向いてんだ？もともと。出た。しかし。ダークソードの前では。お前もただの骨よ。ダークレイス斬りからの通常斬り。大したことねえな。ダークレイス斬り。あ、アイテムがある。ちょっとあれ回収しよう。ゲー、車輪骸骨の盾とか意味不明なの手に入れたんだけど。でこっちはどうなんだ。もうまだいるか。俺のダークレイス斬り。で、あ、アイテムか。ちょっと大丈夫だよな。大丈夫じゃない。痛い痛い痛い。大丈夫じゃないとか分かっときながら食らう。クソ、お前許さん。まだもう一匹いるからな。これもしかして2連ハメになる可能性がある。何匹いんだよ。ちゃんと壺で処理しよう。で、エストも飲む。で、上のやつ。これ絶対、取ってる時に来るからね。はい。何？やるな。どうだ？落ちてきた。見え見えなんだよ。これ100円するからね、壺。40にしかならない。だいぶマイナスだ。あ、カーサスの痴漢？痴漢をしてはいけません。ローリング性能が上がり火ダメが増えるか。いやちょっとそれは危険だな。クロート向きだね。達人向きの装備だけど、俺は初心者だから盾が欲しい。盾用の受け能力が上がるとかそういうやつがいい。じゃあこっちはとりあえず探索はまあこれで終わったんで。あいつ何なんだマジで。どっちから行くんだっけ。あ、こいつらがいつも巻き込まれてたのか。いて。で、あ、そうかそうかそうか。あいつどこだ。思い出した思い出した。やつとの決戦を繰り広げて、
この先へ行けばいいんだ。ここが初斗缶になって開通したから、かがり火から早くここまで行けるよっていうことね。確かにこつはいるよね。ダークレイスによってお前らは死を迎えるんだ。ダークレイスとか言っときながら黒騎士装備だ。これなんか切れるよみたいなこと言ってたけど、どうなの。駆け抜けるべき。うわっ、ちょやばくね。逃げよう。ちょっと待って、もしかしてさ、骸骨にさ橋切られちゃうんじゃない。そんなことない。どうなの。おおお、切れる。切っちゃったけどさ、さあ何人渡ってくれるか。一人だけか。橋壊しちゃったんだけどいいの。え、ちょっと待って、あ、降りれる。え、こっち先行こう、せっかく来たんだから。あ、降りて、でも通じてんのかな。召喚サイン、これ開けられる。開けられてしまった。ちょっとエストベンチ、すげえボスっぽい。この召喚サインって太陽の召喚サインだ。お肉さん、お肉さんいたな。なんか前もあそこにいた気がするんだけど。いや、さらに先があるな。え、杯に触れる。いやー、ちょっと待って、ここにサインがあってこういう感じだから、ここなんかちょっとボスっぽいな。やっぱり下に降りよう。下を経由してここへ来れるっていうのを確認しよう。お、これ一番下まで行ける。あー、一番下まで行けるな。骸骨の死骸がいっぱいある。ん？さらに下がある。いや、これはどういうことだ。はしご、うわー、これはまた炎のデーモン。てかさ、上から弓蓄するのがいいんじゃないでしょうか。遠距離にいるのはまずいな。あ、来た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 。これ落下攻撃でさ倒せないか。あ、去っていく。なんだこいつ。いて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 、逃げろ。で、こっちで。何こいつ。あ、なんだ。あー、怖い怖い怖い。おーおーおお、いって、いって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 、逃げろ逃げろ逃げろ。こっちまで来ないはず。こういうのも駆使しつつ卑怯に戦う。それがダークレイス。ダークレイスイズ卑怯。ちょっとあの短くなってるリーチが。で、なんか知んないけどこいつ上まで来て下に降りてく習性があるから、それを利用しよう。さあ来い。終わりだ。ダークレイスの前では貴様も雑魚同然。デーモンのソウル、あ、デーモンのソウル自体は複数手に入るね。ってことは、まあ、変えちゃってもよかったってことだね。どうしようかな。攻撃力が上がるって、この3つも必須になっちゃったからな。カーサスとハベルと緑化が、選択肢が1つしかない。これで寵愛と加護の指輪的なものがあったら、もう選択肢が完全に終わる。というわけで、せっかく鳳凰の右目やったんで、これにしよう。で、こっち来たんだけど、ちょっと待って、さっきの杯は何だったんだ。9500ソウルか。失いたくないは失いたくない。こいつ、もう一回倒して考えよう。あ、100人中倒せた。なんだ、倒せるときと倒せないときがあるんだな。
まあ、いっか、下に行こう。せっかくだ。めちゃくちゃ下に続いてんな。骸骨。いや、杯のところ、鳳凰の左目を、大かけ、よっしゃ。まだいるか。いて。うん、今、血が出なかったな。あ、待って待って待って、なんだなんだなんだ。あ、大丈夫か。あ、なんかなってるね。やっぱなんかなってる。あ、これあれか。なんか指輪装備してるからか。そういうエフェクトだな、きっと。ちょっと、犠牲の指輪装備して、あの杯取って、ボスだったら、でもこっちも道があるからね。まあ、もしかしたらこれ、橋渡ればすぐ行けるよっていうシステムだったのかもしれないね。橋を落とすとちょっと遠回りをしなきゃいけない。下を経由してこっちへ来る。あ、多分そうだな。じゃあ一回ボスと戦って、いや、ボスと戦ってとかボスか分かんねえけど、一応犠牲がまだ2つあるから1個つけて、死んだら多分もうこれ下経由になるからね。やろう。ちょっと待って、回復の施しでちょっと回復しとく。全開。なんだこれ、骸骨じゃん。あ、残り火状態か今。そういえば杯から漏れてるよ。欠陥品じゃん。不良品だよこの杯。めちゃくちゃ闇が溢れてんだけど大丈夫。あ、ろうそくが消えてんね、闇で。おお、なんだ、アイテムあるけど取っていいのこれ。いや、ダメでしょ。深淵に飲まれたんだけど。うわ、待って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 、なんだ、覇王ボルニール。ええ、ゲロ吐いてる。うわ、闇だ。これはあの光ってるところを狙えばいいのかな。骸骨剣、あ、これ突っ込んでいける。骸骨剣っぽい動きをするな。これはちょっと待って、回復した方が良さそう。うわ、ガードできない。エストリーが少ない。さて、どこを狙うべきか。これちょっと逃げよう。こっちは攻撃チャンスなんだ。この時か、こっちだな。てか、てか全然攻撃入んないんですけど。うわ、なんだ、今闇に飲まれなかった。闇に飲まれたな。え、分かって、どこにいる、俺が今どこにいるのか分からない。いや、食らってる。なんだ、そういう魔法か。やべえな、やべえな。いつの間にか体力がなくなる。てか骸骨いんのかよお前ら。鬱陶しすぎる。なぎ払いで。っていうかもう体力ありません。じゃなくてエストがありません。こいつだってめちゃくちゃ厄介だよ。骸骨もやられてる。これか、これを接近しすぎると食らうんだな。やばい。ああ、確か倒したって、倒したわけじゃない、破壊した。あとはこっちか。あ、こっちもそれなりにダメージを。あ、なんだ、なんか、なんかやばくねえか。なんか、なんかまずい。死んだ。わからん。半分も減らせてないな。火力が欲しいね。重工派生にしたから筋力は上げれば上げるほど攻撃力は伸びるはずなんで。犠牲の指輪がなくなった。9000ソウルある。ちょっとレベル上げしよう。そして残り火状態もなくなったから体力もない。
じゃあ筋力1上げて22。さて、じゃあちょっと橋が落ちちゃったからそこから覗いていきますか。カンサスの地下墓もあれだね、かがり火一つでこうショートカットを開通しながら先へ進んでいくタイプ。ここのさ、うんこ玉何回通ってるんだっていう。これ強引に行くとね無理なんだよね多分。戻ってくるときに食らっちゃう。ああギリギリ食らう。無駄なことをした。さてこいつらシカトしよう。右のネズミは今回シカト。でここの骸骨、あれ橋って蘇ってる。あ橋蘇ってんな。こっち何にもねえから、でワンサか来るから、そうか、じゃあやっぱりちょっと橋落としてみよう。落ちた？わかんねえ。あ落ちた落ちた落ちた。お前も落ちろ。さてじゃあちょっと下行ってみましょうか、せっかくなんで。デーモンはさすがに復活してないと思う。ここの橋が復活するっていうのがまあ分かったんで、こっちの奥は？あ宝箱、ちょっと待ってね。これなんかミミック臭くね？大丈夫？節狩り何個持ってたっけ？節狩りは3つしかない。ちょっと見よう、ちゃんと見よう。いやいやいや、ほら動いてるよこれミミックだわ。呼吸してるもん宝箱の。もう一回開くよ多分。開かない、呼吸遅いからねこいつ。ほらほらほら動いてる動いてる動いてる。見えるわ、チラ見してるわじゃあここは安全に節狩り。ほら何をくれる。ちょアイテムアイテム。うん、なんだこれ、黒刀。いやかっこいい。でも技量系だよね、絶対技量系だよ。18ある、使える。一応出血があるね。覇王ウォルニールの脚分として知られた小柄な剣士の刀。黒光りする刃は厚く、だが通常の刀身よりも短いのか。刀って結構長いけどね、長くて耐久値が少ないんだよね。でもこれはちょっと逆か、耐久値高いけどちょっと短いよっていう。剣士はそれを振るい奇抜な剣技を操ったという。その名残は強攻撃に見ることができるだろう。いやい OK まあいいや、技量系はちょっと今回は特化はさせない。技量18までだったら使い込んでいくかもしれないけど、こいつら処理していこう。倒してないよね、ソウルが入ってなかった気がするもん、まあ、ただ黙らせておこう。黙れ、いって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 いっ。くそ、回復しよう、こまめに。この回はボスは挑まないで探索。大きなソウル、いや邪魔すぎるんだけど。いや、くる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 。で出血があると厄介だな。逃げろ、あいつ結構体験だな。こいつこいつこいつ、しかし振りが大きい。いっていや多いな、やばいやばいやばい、やべ。ちょっと骸骨相手にするだけ無駄か。いやでも倒せるは倒せるんだよね、たまに。よくわかんないこの倒せる判定が。数は減ってる気がする。お倒した、ソウル120入った。いやきちっといつか倒せるよこれ。
きちっと処理していけばそうだと信じよう。でさらに下がいける。まだこいついるか。お前も眠れ。深淵の剣を食らえ。眠りについたか。アイテム、ちょっとすげえ罠臭いけど、あれ、かがり火がある。え、これはどこなんだ。なんだこれ、目隠し、魔女たちの指輪。ちょっと呪術っぽいよね。あ、そうだ、あれなくなっちゃったんだ。エルドリッチはいいでしょう。魔女たちの指輪どれだ。深み、あ、これか。呪術の威力を大きく高める。なるほどね。ヒットポイント回復にしよう。どれだけの効果があるのかはちょっといまいち分かんない。でもまあなんか知んないけど、こっから行けば、あ、でももしかしてさ、これやっちゃうと橋が捨てられた地下も復活しちゃうんじゃないか。でこれこっちから行って、あれ、なんだこれ、なんていうの、ただり、いやわかんねえ、ただりの都みたいな。湖か。仕掛け、ゴミくず。え、なんだ、ちょっと違うところに出てきちゃったけど、まあいいや、探索だけしよう。アイテムもなんかいっぱい落ちてるけど、これ行って大丈夫なの。溶岩地帯ではない。おい、いた、あ、いった。うわ、またあの槍系か。いや、まずいな。一気に駆け抜けよう。大掛けを手に入れたのはでかい。これ大掛け鍛えて、さっきの刃を覆いきってすげえ。ちょっと安全なところ、こう木をどっちから来て、あっちから来てるよね。お、12、大掛けやった3、大掛けの方向だこれは。大掛け、マジで、ちょ、キッキッ、ジグザグに行こう、ジグザグに。来た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 、ちょっと待って待って、超やつ。いや、このさ、大掛け、マジか、相手してらんねえよ。ちょっとちょ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 、待って待って待って、なんか電撃みたいなのも来た。ちょ待って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 、安全地帯を探せ。なんだよあいつ、あいつさ、弓矢じゃなくて槍食らわないかね。なんかもう一個くらいなんかあったんだよな。そして指輪の時間だ。どっちから来てる。いや、わかんねえな。とりあえずここは安全、あっちへ行こう。3発で一旦打ち止めになる。いて、こっちはこれ細いとこは大丈夫でしょ。いや、いけないと思うけども。あ、いける。いや、いけない。あれ、てかいけなくなっちゃった。ジャンプ、ちょっと逃げよう。こいつ何なんだマジ。ボスではない。てかアイテムがあるけど、どうしよう。俺はどうすればいいんだ。なんとかの盾、なんとかの盾を手に入れた。横をすり抜けて一旦する。奥に行きたい。痛い。すいません、すいません。この岩の間に逃げる。ちょっと他にも、あー、そこにアイテムあるな、取ってえな取りたいけど、でもあれが近いっちゃ近いんだよね。いけないってくる。これせっかくここ来たけどさ、なんか霧がかかって、この先闇が必要だ。霧の中に、あ、違う、霧ボス、え、ちょっと、どういうこと。
え、ボスでしょ、霧って。うわ、え、デーモン。いや、しかしデーモンだったらいける。かどうか知らないけど、ちょっと待って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 、デーモンの老後。デーモンはやっぱ渡した。やばい。あ、またした対策されてるわ。どうだろうな。さっきの覇王だっけ、ウォルニールだったらこっちのデーモンの方が倒せそうな気がするけど、こっからちょっとアイテムを回収しよう、強引に。もうちょっとね、アイテム落っこってたはずだから、まずは木を縦にして、で、一旦、あっち、あそこに落ちてるやつを拾いたい。ちょっとこれ強引に拾いに行こう。どこら辺だったっけ？スタミナきっちり回復させての、これ下潜れる。一応潜れた。大賭け、やった。もう俺は悔いはない。これさ、いや、わかんないけどさ、あの弓矢でいて、ちょっと当たんないのかな。こいつ倒したらなんかアイテムくれるとか。来て、すげえ減る。もうぐっちゃぐっちゃだな、わかんねえ。まあ、大掛けはでもだいぶ回収したから、まあいいか。ばあさんにあれ渡そう。はい、そういえば、これはこれは道牌をお持ちくださりましたか。いや、特に何も言ってこなかったな。アイテム購入、何が増えた、わかんねえ。あ、花苔が永遠に買えるようになったな。くくりあったっけ。あ、あいつでも冷凍に弱そうだね。冷凍用のエンチャはないのかな。くさびしのかけら、うん、フォール、ファラン、なんだ、マジで何が増えたんだか全然わかんねえんだけど。不死体はもともとあった、流刑人もあった、古老の応募してあったっけ。まあいいや、とりあえずそんなもんで。ちょっと大掛け使ってダークソード鍛えよう。ソウルないから砕く。これが2000くらいになるはず。で、強化で、ダークソードをプラゴにします。で、大掛けが6個必要なのか、あと2つか。大掛けを落とす敵がいないからね。ちょっとデーモンが先かな。デーモンの方が対処しやすそうなんで、捨てられた地下も行こう。ここにアイテムが見えた。かけら、大かけね。あれ、こっちも行けるぞ。っていうか、剥がれ火じゃね。あれ、なんだこれ、どうなってんだ。まあいいや、近い、めちゃくちゃ近い。毎回毎回あそこ突破しないといけないかなって思ったけど、これは楽だね。っていうか、デーモン遺跡、どんどん先へ進んじゃってんだけど。あ、覇王ホニールみたいなの何だったんだ。デーモン遺跡進んでみよう。ちょっとボスはね、対策を取らないとちょっと倒し方が分かんないから、デーモン遺跡を少しだけ覗いてみる。え、え、待って待って待って、なんだなんだなんだ、普通にデーモンのミニバンがいる。
ねえ、いや強いぞ。なんだ、泣いている。勝って、いって、厄介すぎる。敵もいる。うわ、泣き強え。あのアイテムだけ回収しよう。なぎ払う炎か。いや、ちょっと硬すぎるな、これ。まだ早いか、やっぱり。湖からデーモン遺跡。近場にアイテムがあったからね、あれだけはちょっと回収しておきたい。ボーってやって残り火か。まあ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 、このこれがやばいんだよな。いや、これじゃない。やばい、これがやばい、やばいね。で、なんか鳴き声もやだな。かけら、こいつは結局かけらしか落とさないのか。穴があるわけではない。穴ではないか。下に降りられるんだな、普通に。デーモンが、こいつまた出てきた。いや、待って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 、ちょっと一回撤退。出血が厄介だな。かけら、もうかけらはね、ワンサカあるのよ。かけら、こいつら大かけを落としてくれ、マジで。いや、やばい、ちょっと一人を倒す。え、なんだ、なんかもう一つ溜まってるぞ。呪いか、あ、毒か、多分。こいつらマジ、かけらのドロップ率が半端ねえな。で、また下に降りる階段。え、これどうなってる。いていていて、やばい。超罠だ、これ。発狂するんだよな。いや、危険よ。やばい、いい、強い。あいつをおとりに。そうすると今のところはこのデーモン遺跡を進むのと、覇王ウォニールを倒すのと、あとはさっきの炎のデーモンを倒すというわけで、んー、まあ炎のデーモン倒してからちょっと、いや、覇王も倒すのが先だな、多分順路的に。倒してからデーモン遺跡へ進んでいこうと思うので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。